これなんかあんまり共感されなくて、東大に行ったのに、うん、なんで就活するんだろう問題が本にずっと書いてましたよね。そうなんですよ。なんだと思います、あれは。やっぱ積み上げてきたジェンガを壊したくないんですよ。これまで頑張ってきたものは、例えば起業したりすると無駄になる可能性があるじゃないですか。サラリーマンだとおそらく90何パーセントの確率で30歳で1本は行くみたいな、サンクコストの概念だなって思うんですよね。サンクコストの概念なんだ。いやだけどさ、僕の頃でもバイトで僕月6、70万ぐらい稼いでたんですよ。初任給さ、バイトより低いじゃん。20何万とかですからね。いや、マスコミとか行くんですよ、僕ら。うん、だからマスコミ行って、週刊、例えば文芸春秋社とか、うん、なんかフジテレビとか入るともうちょっともらえるんですよ。うん、30万円台ぐらいにはなるんですけど、うん、まあ、それでも30万でしょ。うん、だから僕はおかしい。まあ、まあそう、まあ、やっぱそうか。でもそういうふうに思っちゃうのか。うん、頭がいいと稼げるってやっぱ全然違うってことをみんなあんまり気づいてなくて、なんか西麻布とかで遊んでるおっさんって小中高はいい学校に行ってるけど勉強ができなさすぎて大学だけ変なとこ行ってでも起業して稼いでる人結構多いじゃないですか。あっちの方が多分お金稼ぐ力あるのかなって思うんですよね。なるほどな。確かにそれはお金を稼ぐ力って確かにそういう面ありますよね。だからやっぱり引かれたレールからドロップアップってできないんですね。ここまでのレールが良すぎたから、うん、もうよそに行くこと考えてないんじゃないか。そうかそうか、だから満足しちゃったわけだ。うん、中高とか小中高とかそういう、まあ、勉強をすることが良いとかっていう価値観で育ってると、うん、やっぱその価値観から抜け出すのって相当結構きつい。いやいやいい、そうだったの？あ、でもそうですね、私は中高やっぱ勉強して真面目にこう遊ばず勉強することが素晴らしいことだって、それ以外のなんか外部のこうものは、まあ、それこそ携帯とかも触るなみたいな環境だったんで、それは結構。あれどうだっけ、高校。高校多いんです。多いんだよ。多いん中高。多いんっぽいよね。なんで、うん、めちゃめちゃわかります。わかりますよね。GG じゃない、どっちどっち、女子学院じゃないです。ポジキャンかネガキャンかわかんない。多いんっぽいもんだって。なんで。いやでも本当にそんな感じで、僕は、僕の場合はね、はい、小学校で振動だったんですよ、はい、本当に、うん、塾でももう常にトップ10みたいな感じで中学受験したんで、その後すげえ成績下がったんですけど、それがあったから良かったんですかね。あ、一度その勉強で評価される価値観から出ることができたのかもしれないです。ああ、なるほどなるほど。脅迫観念から。でもそれ逆に小学校の時に勉強めっちゃできたから俺はできる子だと思ってましたよ、勉強は。はいはい。か勉強妙にできないとかだと、その勉強に対するコンプレックスも持っちゃうかもしれないけど、まあ、そのまま持ってたら勉強以外に面白いこと見つけたらもうすぐパッてそっちに移れるみたいな。そう、そんなことばっかりやってましたもん、ずっと。だってどうせ中高一貫で高校受験もないじゃないですか。だからやることないじゃんみたいな。確かに確かに同級生はみんな勉強してましたね。うん、そうですね、うん、勉強しない子は東大に受からない子か俺みたいな。先生にめちゃくちゃ怒られましたもんね。あんまりしない勉強。全然しない。しないからって。全然しない。ちなみにこれ堀江さんが以前ですね、これメルマガで、あざけいさんの感想を書いてるんですけども、これ地方から上京してきた中途半端な人々の葛藤の物語だ。私も地方出身者なので分かる部分がたくさんある。中でも共感したエピソードは、勉強はできたけど運動は微妙だったエピソードだとありますけれども。いやいや、僕は自分の中でめちゃくちゃ運動のできないキャラクターだったんですよ、思い込み的に言うと ね、意外とそうでもなかったんですけど、意外とそうでもなかったんですけど、後から考えたらそうでもなかったけど、勉強ができすぎたからそれもうね、運動がなんで俺こんなできないんだろうと思って、で勉強がトップクラスで、そしたらそれぐらいちょっとやれる。あ、まあ、まあ勉強できたら他のことできなかったらこう言われる的になっちゃいますしね、多分。そうなんですよ。勉強ができて運動ができない、多分小学校では最低のキャラクターで、そう、まあ、どっちもできなければ多分自分に期待もしないし他人も期待しないんですけど、うん、頭でっかちスポーツできない、ちょっとやゆも対象になり得るんですよね。そうそうそう、どっちもできないより多分惨めだと思うんですよ、うん、小学校ってやっぱ発揮できる能力の幅がすごい狭い、うん、運動って言っても本当はいろんなスポーツがあるのに、うん、結局50メーター走と50メータープールと、
あとたまにも球技大会とかしな、うん、ないから、子供が自分はできない子だって思いやすい場なのかなって最近思うんですよね。俺あと郷三浦の話が好きです。ああいうの大好物ですね僕ね。好きですね。本当にめちゃくちゃ好きなんですけど。バキバキに育ちいいじゃないですか。もう行政にもうずっと下から入って、はい、で早稲田入って博報堂入って起業っていう。なんかピカピカのストーリーなのに本人はちょっと悪ぶってる感じがすごい可愛いなと思ってヒップホップが好き、ヒップホップが好きだったりとまあでも本人の中では一応小学校時代その中で大変だったみたいなストーリーはあるんですよね、うん、いやみんなそれなりにその思ってることあるんですよ、コンプレックスとか、はいはい、あってそれを消化できずにずっと生きてるんですよね、うん、多分ずっと生きてるんですよね、うん、そこでこうなんかこう開き直るじゃないけど、うん、開き直ればいいのになっていうのはすごい思いますね、うん、僕もほらオンラインサロンとかやってるじゃないですか、オンラインサロンとかやってるとそういうやついっぱい来るんですよね昔すっごい面白いやついて英樹くんって言うんですけど、その恋愛グループみたいな恋愛について語るグループがあるんです、分科会みたいなのがあって、すっごいキモいやつなんですよ性格が。でその同僚かなんか元同僚かなんかに送るなんか長いラブレターみたいなものをこういうの出そうと思うんですけど読んでください皆さんみたいな結局童貞だったんですけど、うちのサロン会員ってソープ嬢もいて、はい、吉原のソープ嬢がいて、なんかその童貞隊みたいなのを組織して童貞を捨てるみたいな、何々さんのところで出させていただきますみたいな、カンパ集めて行くみたいな、吉原の高級ソープに行くみたいな、そういうことやったりとかしてるんですけど、なんかそういうこう自分の思ってる自分像とそのギャップというか、世の中でそのそれなりに自分の自己承認欲求を満たすためにはちょっとした行動すればいいのにもかかわらず、ずっと子供の頃からのコンプレックスを引きずって、まあ、この本に出てくるような人たち多いですよね。多いですね。これモデルいるんですか全部？いろんな複数人から一人の人物を作ってる、いろんな要素合わせて、じゃあもうかなりリアリティというか、あこういう人確かにいるよなって思う人がやっぱすごく出てきて、うん、なんかそれは実体験というかかなり事実に基づいてて、その書き方がすごいなって私は思ってました。なんかああいうもの書いてるんですけど、結構社交的で明るい性格なんですよ。でいろんな飲み会に昔学生の時から呼ばれてて、おじさんたちも遊んでたし、若い大学生同士も遊んでたし、俺分かってをクローズしますもすごい好きなんですよ。あ、まあ、まさにね、実はこれ分かってクローズしますはぜひお話しください。我が闘争を見てこれ書こうって思いついた。あーなるほど。ベンチャー企業のハードシングス系を読むのがすごいハマってて当時、あの自分の至らなさで周囲がどん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 不幸になっていくっていうストーリーが出てきたので最近だなと思うんですよ。まあ、それまでってなんか経営者っていうと R25 とかで腕組んでマッチョなことを言うみたいな田畑慎太郎ワールドみたいなああいう感じだったんですけど、経営者が弱い話していいって空気になったのはここ数年かなと思って、時代の空気の一つだなと思ったんで書かせてもらった。家入君とかね、その先駆けですよね。そうですね、家入さんまさにそうですね。まあ、家入君相変わらずこじらせてる気はしますけど、はい、最近会ってないですけど、はい、でもやっぱそういう話題がこう人気になるっていうのはやっぱみんなそういう弱い部分とかに共感する人がやっぱ多いっていうことだと思うんですけど、ちょっとザマー系じゃないですけど、成功した人が転落するって多分コンテンツとしてすごい強いんですよ。うん確かに。そう、俺なんかそうでしたね。まあすごかったですね。もう史上最大のコンテンツみたいな。まあ今世紀国内最大だと思います多分本当。結構すごかったですね。すごかったですね。ヘリが僕があの出る時、東京拘置所出る時、はい、ヘリ14機ぐらい、あの東京拘置所の上を、小助の上をこう危ないから編隊飛行してるんですよ。周回飛行みたいな感じでババ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 。で、あの今日出なかったら保釈命令出なかったら、あのゴールデンウィークまたぐって言われてたんで、ドキドキしながら待ってたんですけどヘリがいる間は大丈夫だってバタバタ言ってるんでヘリがいる間は大丈夫出るかもしれないです
そうなので本当分かってをクローズしますはまさに我が闘争にこうインスパイアされた作品だったということなんですよね。そういうのであんな面白い話書けるんだからすごいですね。本当すごいと思いますね。はい、そこでですね、堀江さんにこの本の感想を聞くと同時にですね、この本の担当編集者、集英社の編集者の方がですね、たっての希望で推薦文をお願いしたいということらしいんですけど、いろんなところで書いてるんですけど、こう改めてこの本の感想を、はい、これ推薦文にこんなフレーズどうだみたいなのを聞けたらと思うんですけど、いや僕結構そのツイッター小説じゃないけど、そういうのとかあとなんか情けない系の話とか大好きなんですよね。だからほら最近亡くなられた芥川賞作家の西村健太さんとかも大好きで、はいはい、区域列車ね、うん、区域列車とか、はい、やっぱ自分重ねちゃうんですよ。お前違うだろうって思われるかもしれないけどいやでもちょっとはやっぱりちょっとはっていうか結構重なる部分があったりとかして、まあでも西村さんはもうああいうの抱えたまま亡くなられたと思うんですけど、もう抱えたまま最後まで全うしたっていうか、文学者ですか、そうですか、もうずっと車に構えたまま一生を終えられたかなって思ったんですけど、ああいうの大好きで、あのうまいこと捉えるなと思って、この特徴をね、うん、それがしかもさこんなに出てくるんですよ、エピソードが。なんでなかったんですかねこういうの。なんか割と近いものは僕2ちゃんのコピペとかにあったのかなと思ってて、だからまあ、でもさなんか、電車男みたいな話ってまたちょっと違うじゃないですか、やっぱ2チャンネルとかってオタク界隈っていうか、もう完全にやっぱオタク界隈の話っていうところの方が大きいけど、こっちはなんかちょっとビジネスやってる気、まあ要はニュースピックス民みたいな人たちの生態が描かれてるじゃないですか。でもありそうでなかったっていうか、なんで思いついたんですかこんなこと。割もともとすっごい共感性の低い子だったんですよ。通知表も前実家に帰って見たんですけど、はいはい、他人の心が分からないって彼、いやそれは僕も言われてましたけど僕も言われてました。なんで、はい、なんで僕は他人のことが分かんないんだろうとか、あとなんで他人を理解できないんだろうとかずっと悩んでた結果、すごい他人を見る子になったんですよ。飲み会とかでもずっと他人を見ながら、あこういうブランド持ってんだとか、なんかあこういう本読んでんだとかで、そういうのすっごい覚えてるタイプで、なんとなくこういう人ってこういう人生を送ってきて、これからこういう人生を送るんだろうなっていう、脳内シミュレーションみたいなのずっとやる癖があって、で割とサラサラ書ける、下書きもしないんですよこれって。もう筋も決めずにとにかく書き始めたら、頭の中で過去見た人の塊である主人公が勝手に動き始めるみたいな。へえ、それは才能だわ。才能ですね。2時間ぐらいで1本書けるんですだから。じゃあツリーも下書きせずにもうツリー上にどんどんあれリアルで書いてるんですね。すごいね。でもねそういう感じでは、うん、確かに、うん、あれはなんか長文をドーンと書いて分けてる風ではないですね、うん、完全に、うん、すごい純粋な連追っていうか、はいはい、確かに、ああ確かにそうかも、はい、そうか。でも俺そういうの想像するの僕も好きですよ、うん、あ本当ですか、うん、文章にはできないけど、うん、ああいう感じの文章にはできないけど、うん、楽しい人いっぱいいますよねいや楽しい人いっぱいいますよ、まあ、本当いっぱいいらっしゃるなと。堀江さんがこういうのを書き出したらすごい楽しいなと思うんですけどもどうですか。うまく食ってるよ